綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、中谷選手が2ポイントで、伊藤選手が1ポイント。いや、初めに1点取れて幸先いいと思いましたけど、もう早くも逆転されちゃったんでちょっとこれから頑張ります。ドキドキしました、パター緊張感ありますじゃあということで、はい、4番ホール、はい、気合い入れてきます。はい、お願いします、はい、どんぐりちょっと曲がってるんだ。なんか左ドッグ。なんかずっと風が冷たいから全部アゲンストに変えちゃいました。すごい、何ラフ、ラフじゃない、そのまま。ちょっと短くパー5なんで、バーディー欲しいな。ここで。シュート。バンカー入らなかった。ダメです、待って。バンカー。手前のラフ。私なんかあんまりちょっと OB ありそうなんで、ちょっと跳ね方次第と一応覚えておきますやって消します。なんか池が、あーです、あ、そうなの、なんか危ないやっぱ神様に助けられてるかもしれない。そうさんにお参りしたんで、お礼言います。ロングなんですけど、距離はそんなにないくて、230ぐらいなんですけど、左ちょっと狙いづらいんで、右上から狙ってきたらいいかなって。うまい。ありがとうございます。ちょっととりあえず5番打ってみます。当たりはいまいちだけど、いい方向に行ったので、よし。頑張った。何で考えたんだろう。楽しい。お腹すいたなとか。そう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 。あのドラマの続きをとか。でも打つときはしっかり緊張するんだよね。打つ直前にちゃんと緊張する。そうそう、そこまではどうでもいいこと考えられてても、打つ前にはしっかり、ああどこ行くんだろうって不安になるから。あ、そうなんですね。じゃあ、まっすぐしてくれかなんか。いや、そんなことないって。不安とかないと思った。まっすぐ行くっしょみたいな。99ヤードですね。左が高くて右が低いので、右が空いてたらいいんですけど、向かってちょっとつま先高いなんで、向かってやっていきます。やっば、わー、最悪やらかしたせっかくバーディー取れるところに。51ヤード、ちょっとバーディー取れたら本当マジ取りたいですよね。
ってたの。左傾斜に当てちゃいましたね。分かってたんで、もう少し先に落とそうと思ってたんですけど、全力でパン取ります。うまい、うまい。見えない。え、嘘、入って、あー、おー。何？すごい。いや、ありがとうございます。入ったと思ったよ。いや、入って欲しかった。いや、これはさすがに OK でしょ。もう、だって、スズネッチ OK、 これは OK。 ありがとうございます。もう、入らないことないよ。入れるしかない。いただきます。やった、引き分け。いやー、もう今のところ決めたかったな。2人と行きたいもんね。決めたかったな。4ヤード今出ちゃう。ちょっと中途半端な距離なんですけど、ちょっと9で打ちます。 ピンだとなんかちょっと小さかった時にピンすごい手前なんで、アンカー入れたくない。アンカーめちゃ入って。私もアンカー今日行こう。でも全然なんかバンカーとかを感じさせないけどね。あの寄ってるじゃん。2人ともすごいなんか安定感が半端ないです。でも本当になんかどうやって捕まるとか、刺してきたら狙うけど捕まずにするタイプなの。私たちもガンガンバーディー取ってくると思います。そうですね、はい、確かに、私たちそういう感じじゃないです。地味かもだけど、地味かもだけど、アマチュアの方は私たちの方が勉強になるかもしれない。そういう時どうしてるのみたいな勉強のちょっととか、私はちょっと全然参考にならないと思う。いや私もだよ、勉強になるようなショットができるかどうか。リカバリーを見てもらう。大きかったですね。ありがとうございます。危ない。あんなにリードしていたのに。ちょっと有利な状況。めっちゃドキドキした。でもあれ、決勝しますよね、あの、ぐらいのバットで。ね。うん、あれです。ありがとう。じゃあ、でも、
バーディー来ないですね。いいチャンスかなと思ったけど、ちょっと次で。2人で取っちゃうみたいな。そうだね、2人で取っちゃって取ろう、悲しいね。残ってはいるけど、終わったけど、初めて見た。やるよね。たまにやるけど、うわーでもここでやりたくなかったな。池越え狙ってた。あのバンカー右入ると嫌だから、ちょっと左は狙ってたけど、そうですね、にしてもさ、左狙ってさらに左に逃げるみたいな。ちょっとダメだよね。いや、私はそれを見て、あそこはやばいなって。一緒に行きたくないなってなるよね。打てるか、打てるところには木さえ邪魔にならなければ、ね、打てれば。見えますね、うん、とりあえずピンチ。125なんですけど、ちょっと多分普通に打ったら木に当たっちゃうんで。そうだよね、すぐ上に枝が、はい、少し低めに出していって、こうちょっと転がし上げるではないですけど、そんな感じで狙えたらなって雰囲気です。右狙いで、ナイス。うん、ちょっと手前ですね、うん、94ヤードですね。と浮いてて、左足上がりだけど、ピッチングでちょっと短くなって、しっかり打っていったことがあります。どうかな。そうなんだよね。あのなんか段があるところで、超えてればいいなって感じですね。純さんがいなくて寂しいです。純さん。純さんカメラ越しにいます。可愛い純さんになって寂しいです。楽しみにしてたのにね。楽しみにしました。まあ、でも自分の中で100点ですもん。だけどもうグリーンが落としたとか、マウンドで先下ってるんで。こぼれた？あー、あれでもかね。なんか結構ここら辺、はい、まあいいとこっていうかな、結構転がっちゃうもんですね、まあ、ここすっげー大きいマウンドなんで。まあ、ここだからあそこにつけちゃいけないんですよ、ね、そっからで多分あれ難しい。そんなに転がっちゃうんだ。意外と言ってますね。100点打って、寄らないとこにつける私がある。すごい。
何気難しいんですよ、坂目ちょっと入ってるから、うん、ね、あー、どんどんドキドキわかる気まさに追いついては結構動くよねちょっとわからないですよ全くいや私正直なんかパーとかそんなんで点数入らずどこでも行くのかと思ってた意外と取って出入りが